All right, here we go. Oh, I 今日はあれ伊沢いないな。じゃあ、いつもね彼が来て勝手に連絡企画に参加してくれてるんだけど、本当彼が選ぶレコードって僕 iTunes でも探してもないんだよね。本当当初ないなあいのね。なんで売ってないんでしょうね。人気ないのかなーなんて思っちゃって。今日は、ジョン・メイオレンのブルーズ・ブレイカーズってバンドが昔あって、そのバンドはクラプトンなんかもメンバーだったんだけど、このバンドの僕面白いと思うのは、このバンドから出てきた人たちって、自分の名字を使ってバンドの名前にしてるのね。で、1個だけじゃなくてね、この関係で4つもそういうバンドがあるんだよ。あ、すごいなってね、そのメンバーの名前を使ってバンド。でもそういうのって日本でもあるかな、ね、あるかね、そういうのね。誰かいるかな、日本のバンドのメンバーの名前を2つ合わせて。だってシュガーさんとベイブさんじゃないっすね。そういうのがあったらいいなと思うんだけどね。 OK、 行きましょう。ジョン・メイオレン・ブルーズ・ベイカーズのバンドから最初に抜けてバンド作ったメンバーはフリートウッド・マックっていうバンドですね。ミック・フリートウッドがドラムで、マックがジョン・マクビーっていう人のベースの人なんだ。でそのこのフリートウッド・マックも本当今度勝手に連絡企画やりたいと思ってるんですよ。なぜかというと、彼らはフリートウッドとマックはベースとドラムでこの2人はほとんど曲書かないのね。で歌もしないのに。だけど彼らがいろんなメンバーを呼んで入れて、やっぱすごいリズムセクションなんだろうね。いろんなメンバーが入ってもうまくいくからね。ピーター・グリーンやジェレミー・スペンサーや、ね、ボブ・ウェルチやリンズ・バッキンガム、みんなギタリストそこ抜けてきてもう通ってくるんだけど、でもみんな辞めてっちゃうんだけどね。だけどこのフリートウッド・マックっていうバンドは2人の名字ですよ。ミック・フリートウッド and ジョン・マクヴィー。じゃあここで1曲いこうか。この最初の方のこの3枚目のね、69年のアルバムなんだけど、これはノーボーカルです。Albatross by Fleetwood Mac。もう一個のバンド。これはね、マギネス・フリントっていうバンドなんだけど、このバンドは70年代にちょっとヒットして消えちゃったバンドなんだけど、これもね、トン・マギネスっていう方は、実はこの人はマンフレッド・マンズ・アース・バンドっていうバンドから出てきたのね。それでそのフリントっていう人が、この人がジョン・メイオレン・ブルース・ベイカーズのメンバーだったんだ。それでこの人たちが70年代に抜けて、ギャラガー・ライオって2人のソングライターと一緒にバンドを作ったんだ。これもまたフリートウッド・マックと同じで、マギネスとフリントさんはメインのソングライターでもないし歌でもないのね。だけどその人たちの名前でバンドができたのだ。きっとこれはフリートウッド・マックからちょっとこのやり方を教わったのかもしれないね。じゃあここではこの人たちもね、ヒュー・フリートもジョン・メイヤーのバンドのメンバーだったんです。 It's called McGinnis Flint and When I'm Dead and Gone。 俺が死んでいなくなったらっていう曲なんだけど、 Nice song man。 Here's McGinnis Flint When I'm Dead and Gone。 このマギネス・フリントっていうバンドの中にギャラガー・ライルって2人がいたのね。このギャラガー・ライルっていう2人はもともとソングライターなんだ。で一時アップルレコードのソングライターとしても雇われていたんで、それほどいいソングライターなのね。この2人は本当そのバンドマギネス・フリントのバンドのメンバーだったんで、この人たちが辞めちゃったらマギネス・フリント意味なくなっちゃったんだよね。やっぱりソングライターが必要じゃないですか。で彼らはシンガーソングライターで2人とも歌うし曲書くの。で後でこの人たちがバンド抜けた73年にカントリー・モーニングっていう曲を出してるんですよ。これもちょっとヒットして、あとは日本の人が今度この YouTube でレイジーズやるんだけど、
日本のサーファーはみんな知ってるフリーライドっていう映画のステイヤングって曲も彼らが書いたの。それでアートガーファンクルさんの、ブレイクアウェイも彼らの曲なんだよね。だすごいいいソングライターでずっと活動してるんだけど、最初この73年にはバンドを作ったのは Gallagher and Lyle って2人の名前だったんだけど、一応バンドだったんだ。 So it's Gallagher and Lyle and it's called Country Morning。これ全部基本的にちょっとは売れたバンドなんだ。この3つはフリビューマックもマギネス・フリントもギャラガー・ライオン、もう一つのバンドが売れなかったんだ。この2人もジョン・メールから出てきて、これはねマーク・アーモンドっていうのね。でマーク・アーモンドってちょっとかわいそうなのは、彼らより同じ名前で出たバンドがもっと売れちゃったのね。だからその彼らはマーク・アーモンドって名前のバンドだけど、その後に最近にもマーク・アーモンドっていうバンドがあるんだ。それはちょっと違うバンドなんで気をつけてください。この2人のメンバー、ジョン・マークっていう人と、この人はボーカルで、そしてサックス吹いてるアーモンドさんっていうのが、2人ともジョン・メイヤーのブルース・ブレイカーズでいて、そこから出てきてバンド作ったんだ。彼らもまた名字使ってるんだよ。これは71年に出たんだけど売れなかったんだ。で俺も何回もなんかレコード屋さんによく売ってたから、ちょっと買って聞いてみたんだけど、ダメだね、あんまりちょっといまいちなんだ。あんまり歌もそれほど上手くないんだけど、でもなんかね、一時5、6枚はレコード出してんじゃないかな。でこれ MARKALMOND、ね、でもう一個のマーク・アーモンドと MARC っていうのは、それはもうちょっと後で来たバンドで、こういう感じの音楽じゃないんだ。だからこれがオリジナルのマーク・アーモンド、ね、この人たちも2人ともジョン・メールのバンドが出てきて、ジョン・マーク、ジョニー・アーモンド作ったバンドです。でもちょっとつまんないけど書けようか曲は、ね、時々つまんない曲このレイズ・エイスよく書けてるからさ。And it's called The Ghetto, Mark Almond. Sometimes I get down on my knee. Okay, 今日は名字を使ってバンドの名前を作ったバンドです。全部ジョン・メイヤーのブルース・ベイカーズのメンバーから出てきたバンド。だからさ、日本でもそういうのないのかな。本当もしあったらここに書いてくださいよ。ある、誰、例えばある、それ1個だけじゃん。イザーバンドって言ってます。このバンドすごい面白いんだ。お客さんがいるとすっげえ乗せるのうまいんだ。でも自分たちがソロやるときはどうかなと思うんだけどね。お客さんが来てくれないんだけどさ、でも人のお客さんを取ってガンガン乗せるのはうまいんだよね。だから人妻得意って感じ。人妻得意って感じUh, anyway, this is Lazy Days. 登録お願いします。